今回はファンデーションの選び方と塗り方をご紹介します。絶対的に綺麗に見えるファンデーションの塗り方がありまして、それは頬の高い部分にだけファンデーションをしっかりと塗って、その他の部位はあまり塗らないというやり方なんです。こうすることで、あたかも自分の肌そのものが綺麗になったかのような、そんなベースメイクに仕上げることができます。リキッドファンデーションを塗っていきます。リキッドファンデーションなんですが、顔全体に均一に伸ばすのではなく、この頬の高いところからこめかみですね、この目の下を通って、このゾーン、美肌ゾーンと私は呼んでいるんですが、このゾーンにだけファンデーションはたっぷりのせることをおすすめします。その時使うリキッドファンデーションですが、テクスチャーはとろっとした滑らかなですね、このような美容液のようなテクスチャーのリキッドファンデーションをおすすめします。で、このリキッドファンデーションをたっぷりですね、ここです、美肌ゾーンって、こんなにたっぷりのせて大丈夫ですので、まず置いてください。そしてここからは、手ではなくてスポンジを使っていきたいと思います。大きめの厚みのあるスポンジを使用します。このスポンジで美肌ゾーンに置いたリキッドファンデーションをトン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 と優しいタッチで、置くような感じ、伸ばしていきます。あまり強く叩かずに置くようなタッチで、スタンプするようなイメージですね、伸ばしてみてください。立体感が出てググッとお顔が引き上がった印象になります。反対側ものせていきたいと思います。とにかくたっぷり、美肌ゾーンにはクマやシミそばかすなどもありますし、非常にカバーしたい部分でもありますよね。ですからファンデーションはたっぷり置いていいんです。さらにこのようにスポンジを滑らさずにこう重ねて置くようにすることで、ファンデーションに厚みが出て肌が立体的に見えてくるんです。もしムラになってしまうようでしたら、スポンジの汚れていない部分で押さえるようにしてください。美肌ゾーンだけを仕上げた状態ですが、どうでしょうか。まるでもうファンデーション全体が完成したような立体的な仕上がり、そして自然な仕上がりになっているかと思います。このスポンジに残っているファンデーションで美肌ゾーン以外のところをもうサササササッと軽くなぞるだけで、OK です。他の部位はあまり丁寧にというよりはラフにササッと仕上げてつないでしまえば、これで完了です。美しい肌の決め手は美肌ゾーンです。ここだけ丁寧にメイクをして、人と差がつくファンデーションテクニックを手に入れてください。簡単だよ。